んこんにちは、マスターブレーダー堀川だー。ベイブレー寝起きテンションテンション嬉しい。いやー朝なんですよ。朝日がサンライズしてる。サンライズしてる。サンライズしてますけど、ベイブレーいやちょっとね、坊主になったらどうなるのかなって。ちょっといや、これ坊主なんだ。ヘルメットじゃねえ。ヘルメットじゃない、坊主にしてみたらこんな感じになっちゃうなみたいな。わかんない。急にちょっとやりたくなっちゃうっていう。いや今日ね、ちょっと僕遅刻しちゃったんすよ。そうなんです。遅刻したら、そう。だからちょっとこの時間でね。そう、遅刻したら朝だし、ね、朝だし、ね、うん。メッセージを込めて。まあ、サンライズしてたんで。お、はあ。バーっともう太陽がね。太陽がね。太陽シーンのベイですね。ベイですね。これね、初代のレアベイ。そうですね。レアベイゲットバトルの初代の芸人アマチュアをする。まあ、かっこいいですよ、この太陽ね。やっぱね、これ最高だね。輝き。で、こんなのもありましたよね。ベイターミナルで手に入る、あこの黒い太陽ですよね。かっこいい、黒い太陽。黒いアマテリオス。そして、ありましたよ。で、黒があれば白もある。おっと、これはプラチナバージョン。ゲームのね、はい、ゲームの。昨年のゲームについてた、絶対もらえるね。ゼウさんから出てたやつね。あのゲームの、この、おまけのこの。プラチナバージョン。プラチナバージョンありましたね。そして今年の夏、あ猛威を振るいました。全国でね、これ。写真バージョン。ね、これアマテロスね、レイヤーね、これをあの、ね、無限レイで、回って倒すっていう、この邪神レイヤー。ありましたね、これ。いやー、揃いましたね、これ、太陽。いや、もうこれで終わりですね。はい、いやー、もうちょっと太陽ね、欲しいなと思っちゃったんですよ。おー、なるほど。で、これもね、まあ、あの夏イベントやったりとか、うん、あとあのゲームのキャンペーンやってる。そうね、ね、いろいろやってるんですけども、やってますね、ちょっとね、邪神バージョン2みたいな。通的なやつそれがこちらです。おダンアマテリオス 7MX 邪神バージョン。イエーイ、来ましたね、Xチャンスがここにブースター版、来ましたね、来ました。これいやこれはどういうことですか、村木さん。こちらですね、パッケージこれ書いてるの分かるんですか。ダブル BBA のね、ストア限定のやつですか。あのストア限定で、はい、こちらなんとアマテリオスの邪神バージョン、まあ、バージョン違いがついに発売となります。やったよし、まあね、まあ、イベント来れなかった人もいるけども、こちらね、じゃあ中見ていきましょうか。せーの、これだー。あーかっけー、まあ、ただね、この邪神バージョンね、もともとの邪神バージョンの色と比べると、実はね、ちょっと違う、ちょっと違う、同じ邪神バージョンなんだけど、まあ、やっぱイベント限定、で、まあまあ、特別カラーで、まあ、これでしか手に入らないものだから、めっちゃ悪くね、あって、でそれはこれはこれでね、ちょっとカラーリングで赤になったりとか、周りの、ね、なんかこう、ここのところは赤になったりとか、あとこのクリア部分が、はい、メタリック入ってまた違う感じのかっこよさになってたりとか、あとはやっぱね、まあ、それプラスね、レイヤーもそうなんだけど、まあ、超レアだし、うん、ちょっと金が見えるだろう。おーおーおー、金がね、これ何だろうかな、チラチラしてますよ、これ。これやっぱね、7MX ですから、やっぱ人気のね、セブンディスクのゴールドバージョン。これ、なんで違うんだよ、これ。金かかってもかっこよさしかないじゃないですか。そして、まあ、これもまたね、人気のメテオフレームの、来たメテオ、太陽のような赤い、確かに、ね、メタリックの生的にメテオで、そう、お前は同士のこの太陽同士みたいな感じフレームがね、来て、そしてやっぱ邪神ですから、いやー、思うように言わないといけないエクストリームの邪神バージョンみたいな感じで、うん、紫のエクストリームがつくことによって色合いがもうかっこよすぎる、かっこよすぎるね。で、これがアマテリオス 7MX っていうことなんですね。っていうのが今回、そうなんですね、皆さん。ダブルビビーストア限定で出ますんで、はい、こちら、どこで買えるんですか、堀川さん。いやー、ダブルビビースターのみになってますんで、皆さん、よろしくお願いします。ホームページから検索してください。そして、11月25日に発売なんで、はい、これ、皆さん、チェックしてください。あのナイトメロンギルスとかもね、今、発売中だけども、そ、うん、まあ、それプラスしてね、プラスして改造するともかなり強くなるもので、これ、各パーツ。結構見てもこう豪華だし、かっこいいし強いっていうね。しかもこれやっぱね、最初のレイヤーって結構フレームが出るのよ。そう、大きさがね。大きさがちょっとね、うん、真ん中
ゴッドアビリティとかないんだけど、その分ね、フレーム攻撃がしやすいんで、全然今のゴッドレイヤーシリーズとも戦える、そう、改造になってるんで、X でも暴れて、あと、まあ、あとね、シュートの仕方によっても全然、ね、はいはい、こう勝敗変わってくるんだけど、やっぱそこら辺をね、ぜひ体感欲しいな。そこまで言っちゃいます？言いますよ、どうしました？それや勝負してみませんか。あ、そう、来ましたね。いや、いいですよ。こんなになんか暴れるとか、なんか言うんだったら、あー、来ましたね、これ。ガーディアン、それがもうバーストされる流れですよ、それもう、村木さん。もう、朝から当たらないっすわ、もう。もう、ほんとにちっちゃいね。いや、そうね。いや、でもうるさいよ。いや、これ、本当に、守り切ってありますよ、これね。本当に。じゃあ、やりましょうか。いくぞ、バトル、スタート！はい、ってことで私ね、こちらアマテリオス 7MX 邪神バージョン、まあまあフレームついてるとはいえね、こっちはゴッドレイヤーで守れるし粘れるしみたいなね、来ましたね。ガーディアン蹴る、ガーディアン蹴るよ、しゃあいくぞ、よいしょ、3、2、1、ゴーシュー、しゃあ、ほら、おれー、もうバーッと、おいおいおい、アッパー攻撃、おいしたアッパー&フレーム、いや勘弁してくださいよ、もう結局もうバーストじゃないですか、もう見てる人も飽き飽きっすわこれ。ってことでね、もうこれマジでやっぱり打ち方とかねよっても全然違うんで、今ねラッシュシュート気味に打って当てにいったイメージなんだけど、まあそのねしっかりやっぱね強さもあるんだよね。なんでぜひこれね、皆さんゴッドレイヤーシリーズから入った子もね、今から始めるよって子も十分でこれ戦えて強いメインなんで、ぜひこれからスタートするぐらいの勢いで皆さん買ってもらえればと思います。強い、じゃあね、パーツもね、さらに改造しがいがあるんで、ぜひね、今まで持ってるやつと組み合わせて戦ってください。ってことで、この、アマテリオス 7MX の邪神バージョンは WB ベースストア限定で11月25日に発売になりますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。ということでみんなバイバーイ。みんな超超超進化した俺とバルキリーの活躍見てくれてるか。世界にはすっげーブレーダーたちがたくさんいる。俺は全力バトルで挑戦していく。夢はでっかく世界一だぜ。いけバルキリー、バウンドアタックで決めてやるぜ。ベイブレードバーストゴッド、テレビ東京系列にて毎週月曜夕方5時55分から放送中。3、2、1、ゴー！